大松沢丘陵は、宮城県のほぼ中央を、松島丘陵と平行に東西に横たわる丘陵。陸前丘陵の一部。北側と東側を成瀬川によって、西側と南側を、吉田川とその支流によって区切られる、孤立性の丘陵であるが、西側の吉田川支流による、平坦地は狭く、大雨山脈から連続する、絶上大地と認識されることもある。 丘陵の内部には、吉田川支流によっていくつもの狭い谷筋が走り、水田が作られている。この丘陵を迂回するように、西側の平坦地を国道4号及び国道457号が通る。なお、東北自動車道と東北新幹線は、この丘陵を直線的に縦断して、改作、建設された。旧欧州街道は、 国道4号と東北自動車道のちょうど、中間あたりを両者と並行に、東急両肥の道として通っていた。大松沢丘陵は、松島丘陵とは異なり、道端は、仙台湾に達せずになる瀬川で終わっており、おむなる瀬川流域の志田軍と、吉田川流域の黒川軍との境界となっているが、志田軍の内急鹿島台町は、 黒川郡と同じ丘陵南側の平野に位置する。この旧河島大町と黒川郡との境界は、日清戦争期まで存在した市内沼という低湿地であった。かつての市内沼は、大松沢丘陵南東の吉田川と成瀬川が合流地にあり、海側の松島丘陵と旭山丘陵がダムのように連なっていたため、成瀬川の一出路が阻まれてできた。 このような大松沢丘陵、ナイ沼、松島丘陵による地形は、古代から交通の障害となっており、東北地方を南北に分ける境界になってきた。そのため、境界となってきたこれら地形全体で、抗議の松島丘陵という。東北本線は、これら抗議の松島丘陵の地形的要素を、 克服しながら建設され、当地を通過する部分については1890年4月16日に開通した。幕末から仙台藩、仙台城下町周辺の丘陵地などでアタンが産出されるようになり、家庭での燃料がそれまでの焚木や木炭からアタンへと移行するが、当給量もアタンの産地として交流する。特に1920年代に、 仙台鉄道が開通すると、大平駅が東急寮のアタンの集積地となり、仙台に大量供給されるようになった。1950年の台風で、仙台鉄道はその多くの区間で廃止となり、また、エネルギー革命により、家庭での燃料は、アタンから都市ガスや灯油へと変化したため、当地のアタン採掘の歴史も終焉を迎えた。 ほとんどを丘陵部の森林と谷筋の水田が占めるが、工業団地、ゴルフ場、レクリエーション施設、牧場が造成されている。丘陵の東部にある石の宮、高寺山、大日向山がやや高い山となっているが、その他には目立って高い山はない。百八十三年、国によって仙台北部地域がテクノポリスに指定され、その中核として、 東北自動車道、台湾イ,インターチェンジに近い大松沢丘陵西部に仙台北部中核工業団地が造成された。周辺の松島丘陵や丘陵の裾の部分にも工業団地が造成され、東丘陵周辺は宮城県の機械工業と流通の集積地となっている。特に2007年10月にトヨタ自動車系のセントラル自動車が 第二仙台北部中核工業団地に進出を決めてから東北地方における重要工業地域とみなされるようになった。これに合わせ東急領場にある三本木 PA にスマート IC が2009年9月に設置され、また2010年12月18日には大平 IC が共用開始。さらに2010年3月27日には 仙台北部道路の富谷ジャンクションリフシラカ次第、インターチェンジ間が開通し、仙台都市圏環状自動車専用道路が全通した。ありがとうございます。